はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、まもるです。はい、パート61ですね。尖った王冠を手に入れたまもるは、まず、ソルジュへ、リッケ特進、報告しに来たわけですね。はい、それでは始めていきたいと思います。武器や鎧が必要なら、ドール城のベイランドにあってくれ。腕利きの鍛冶屋だ。ティリウス将軍でよかったんですね。ウィンターホールドは資源に乏しい場所だが、あそこを奪還すればウィンドヘルムへの進軍も可能になる。ウルフリックの神経をすり減らして兵士を本拠地に無駄遣いさせられる。はい、尖った王冠だ。リッケ特使から届けるように言われた。見事だな。実は存在すら疑っていた。何か問題はなかった。多くの兵士を失った。その価値があったかどうか。それはお前が決めることではない。やるだけの価値があるから送り込んだんだ。さあ、ホワイトランのバルグルーフ市長へ非常に重要なメッセージを届けてもらいたい。信頼できるものが必要だ。ウルフリックがホワイトランを攻撃するのに十分な兵を集めたらしい。信頼できる筋からの情報だ。だが市長は帝国軍からの援助を拒んでいる。この書状を読めば彼も気が変わるだろう。いい。これには市長以外の者の目に触れてはいけない重要な情報が書かれている。はい、ということで、ティルス将軍からホワイトランの市長へ、伝言を頼まれたと。でも、私には絶対に見るな、ということを、言いたいものなんですかね。はい。いや、モンスターハンターもね、だいぶ進ませてもらって、このスカイリムを、スカイリムとか、ハンテッド、それに GGNA とかありますよね。それに数多くのゲームに囲まれながら、ちょっとね、ちょっとずつ進めてるんですけど、やっと上級に行かせてもらって、そうですね、2、3クエストクリアしたところですね。やっぱ最初行った時は足は強かったですね、本当に。大体防具の格が違いますからね。ナバルデウスの装備つけてたんですけど、26か28ぐらいですよね、防御力。なのに、あれなんですよ。ロアルドロス足だとすると、40いくつとか、倍以上なんですよね。それにちょっとびっくりしました。ロードが長いっすね。出ましたね。そのガラクタはビッツ&ピーセって売れるだろう。ガラクタ？あ、そういえば多くにしました。いい話をたくさん知ってるんだ。だが見えますかね、多くの鎧ですね。それを統一させてもらいました。聞いている。
多く、まあ普通に言えば、川、そして、鋼鉄ですよね。あ、じゃあ、鉄、鋼鉄、そして、ドワーフに、あ、違う、エルフに、ドワーフに、と、スチールですよね。スチールの次が、オークですね。オークはあれですね。その次が黒弾で、その次がドラゴン、デイドラってなります。まあ、それが一番上ですね。早速ね、オークの剣とか盾とか手に入れたんで、まあ、ミッションで狩ることになると思うんですけど、この刃を試していきたいと思いますね。いや、お久しぶり、バルグルーフ。友よ、神のご加護を祈ってくれ。ジュリウス将軍から重要な伝言がある。奴の部下を城に配置させろって話だろ。何度断ったら分かるんだ。なんだ、言ってみろ。ウルフリックがホワイトランを攻撃しようとしている。将軍は帝国軍をの兵を貸したがっている。なるほど。報告書は執政に渡しておいてくれ。市長だけに見せるようきつく言われている。馬鹿言うな。プロベンタスは俺の目だ。いいから、その手紙をこっちによこせ。一旦受け取ったら、あとはどうしようと俺の自由だ。よし。これは面白い報告だな。プロベンタス、この事態をどう考える？ウルフリックがもしホワイトランを攻撃するつもりだ。すごい、混雑してます。全てのことについてお気をつけ。我々はここで見守っている。獲物が待ってるわ。ギリですと同意見だ。行動の時だ。ウィンドフェルムに行くつもりなんだ。私はバカじゃないぞ、プロベンタス。つまり、男として真っ向から向かい合うか、しっかりと意思を宣言するよう、ウルフリックに要求すべき時だ。やつはそんなことしない。彼はどっちかっていうとトリグルが素直だったわ。トリグル？奴は単に男の子に近づき、手にかけただけだ。あの少年は、スカイリム上級王だったの。上級王ではない。少年でもない。ウルフリックが私の古いやり方の支配に挑みたいというなら、好きになさる。だがおそらく、あいつも、ストームクロークとやらを派遣してくるだろう。そうよ。彼はもう自身の強さを確かめた。そして今度は自分の軍隊の強さを確かめようとしている。ユリウス将軍の要求について考えてくれ。つまり、もしウルフリック首相の機嫌を損ねるつもりなら。ウルフリックめ。でも、プロベンタスの言うことにも一理あるわ。ウルフリックはそれをはっきりさせました。彼の考えでは、自分の要求に従わないことは帝国に突っ込むと同じなんだ。部下の代わりに帝国軍の兵士を何人か死なせたところで何の問題がある？臆病者だ。臆病だから白金協定を受け入れたってわけ。またこの話か。あれは状況が違った。条約の条件に反対する機会が与えられたか。なかったか。市長の意見など聞かれなかった。聞かされただけだ。文句を言う余地はなかった。金の入ったはずは無事だ。ただ、これはゴールドの話じゃない。さあ、
決断の時よ。お待ちを。ウルフリックが本気なのか確かめてみましょう。おお、本気のようだ。だがこっちもだ。ようやくね。おい、お前。我々の友、尊敬すべきウィンズヘルムの死を見届けてもらいたい伝言がある。この斧をウルフリック・ストーンクロークに渡してくれ。斧？スカイリムに来てどれくらいになるんだ。そうだ、その男に斧を渡せ。もしその斧を返してきたら決着をつけるべき問題があるってことだ。返してこないならお互い平和を保てる。ブルフリックは問題なく迎えてくれると思うか。ああ、彼は危険で血に飢えた男だが、ノブドでもある。我々の伝統には敬意を払っている。落ち着いて行動すれば被害を加えられることはないさ。終わったらここに戻ってこい。ウルフリックの言うことがハッタリじゃなければ、ホワイトランを守るために一人でも多く有能な者がいるからだ。何か喋る必要はないのか。互いに理解できる者同士が無駄に言葉を使うことはない。一人の戦士が別の戦士に斧を渡すという行動には単純な真実しか隠されていない。ウルフリックなら俺の言わんとすることが分かるはずだ。分かった。よしよし、プロベンタス、ペンを取ってくれ。それと良質な容器心は手紙を書くのですか。街を待ったらスリウス将軍に帝国軍を受け入れる前に少し明確にしておく問題がある。はい、さっきは見れなかった。もうこんな感じですね。かっこいいですよね。で、ストームクロークに、まあ、斧を渡すと。それで、斧が帰ってきたら戦争の始まりということですね。斧が帰ってこなかったら平和ということです。まあ、実にシンプルな話ですね。まだ行ってませんでしたね、ウィンドヘルム。まあ、このカイネスグローブから向かえば、まあ、すぐ着きますね。はい、っていうことで、次回からは、ウィンドヘルムに、まあ、向かいたいと思います。はい、それではまた。